コテボンこと小鉄ボンボでございます。皆さん調子はいかがでしょうか。私はですね絶好調と言いたいんですけれども、まあただいまちょっとバイクをお預けくろてましてですね、なのでちょっと走りに行けないので、ちょっと私が最近買ったものを紹介したいと思います。まあそれはね、これバイクブン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 バイク乗るにはね必ずも必須アイテムになってくるんですけれども、それはなんと、ね、ショーエイの Z8 ニューラルグラフィックバージョンのヘルメットでございます。いやこれが出た時にね、私めっちゃ欲しかったんですよ。欲しかってんけど、ね、お値段が66,000円ね。これもうデザインめっちゃ可愛いのに、もうお値段が可愛くない。もう値段にビビって結局買われへんまま生産中止になったんですよ。それでもやっぱり欲しいなーってどっかで思ってて、でたまたま某オークションで見たんですよ。某オークションで見た時に、なんと私のサイズそれと価格が5万円で出てたんですよね。で説明文を読む限り、その人も1回しか被ってないと。でしかもその1回も試着程度でこれを被って走行してないということやったんですよね。で、あ、もうこれ多分買えっていうことやなと。たまたま見て、たまたま綺麗なもんがあって、で安くて、もうそっと決まった。生きてみて正解もめっちゃ可愛い。めっちゃかわいい。いやー、もうこのデザイン最高ですわ。まあ、ミューラルっていうのはね、壁画っていう意味なんですけれども、まあ大阪で気軽に壁画見に行こうと思ったら西成がおすすめです。新語西成ですよね、大阪といえばね。ぜひとも大阪に来られた際は私が西成を案内しますので、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。でモデルは Z8 になるんですけれども、まあ、私新井のヘルメットも被ってるんですけど、まあ、翔英さんね、それに比べて、まあ、若干軽いかなっていう感じがします。で S サイズを買ったんですけれども、新井の S サイズよりかはちょっとちっちゃかったんで、あの翔英ギャラリーはっさんで頭のサイズとか測ってもろて、中身の詰め物変えてもろてまーす。ちょっとね、標準やったら、もう頭ギューってもうアイアンクローされてるみたいな感じになったんで、ちょっともう一たまりでもなかったんで、ちょっとワンサイズ上の詰め物に変えてあります。それでもスムーズにいけるはずなんで、いけるんで、それでちょっとフィッティングしてもらいましたね。いや、めっちゃ可愛いな。デザイン最高すぎて。まあ、でもなんかデザインがね、ちょっとポップなんで、言うたらもう、女の子とかが被っちゃうとめちゃくちゃ可愛いんだろうなぁと思うんですけど、こんなおっさんがね、被って、バイク乗って、あ、何？駐輪場止めて、あ、可愛い女の子もたらお前かいみたいな、なる可能性もあるんで、ちょっと恥ずかしいなぁと思うんですけれども、これからはね、洗い一択ではなくて、こいつを被って、ツーリングに出かけたいと、思いまーす。ね、まあ、いやまあついでに、もうヘルメット出したついでに、こいつシールドをちゃんと買ってるんですよ。このミラーシールドに変えていきたいと思います。とりあえず純正のシールドを外したいと思います。でシールド上げるのはもうここ真ん中で、ここを一回押すんかな、押して開けちゃう感じ。まあ、省エネの場合はこのトリガーを、こいつね、こいつをグッて押し込みます。押し込んで、そう、押し込んでからのバキで、反対側も押し込んでからのバキ、CWR-F2 スモークミラーファイアオレンジファイヤー、じゃん、こんな感じですね。でこれに、これピンロック、もうこれはないともう始まりませんよね。
ピンロックをつけたいと思います。字書いた方がこう OK。 なんとか入りました。まあ、慣れない方はねお店でプロの方にやってもらいましょう。とりあえずこのチョボをここに突っ込みます。ここでねポイントなのが差し込んでこのこう見た方が分かりやすいかな。この前方向にシールドを引っ張ります。今入ります。これで完成です。で反対側もチョボを刺します。でシールドを前に引っ張ります。ここ動くも分かるでしょう。あ、ずれた。ほらこんだけこの状態でこうカチッと入るんで必ず引っ張ってください。それで完成で、ちょっと軽くねヘルメットの紹介もしたいと思うんですけれども、ベンチレーションはこの口元にパッカッがあります。それと頭ですね、ここパカッパカリで、ここもあーめっちゃ風通しそう。これ見て、この穴めっちゃ風通すやろこれ。で後ろはなんもなしかな。ここからスインって抜けていく感じになるんで、まあちょっとねこれかぶってまだ走ってはないんですけれども、走行の方もしてちょっとレビューをしたいと思います。まあ見た目的にはねもう100点満点なんで、軽さとね、あとは走行してみて風切りやんだとか風の抜け具合とか長時間乗って頭重くならへんかとか、ちょっとまた詳しくレビューはしたいと思うんで、今回はこの辺ということで、皆さん関西方面でミューラル見かけたらまずコテボンなんで声かけてくださいね。それではまた来週。 See you next week. バイバイ。